Hey guys! 皆さんこんにちは、いっちーです。YouTube チャンネル登録者数5000人突破しましたーイェーイありがとうございます。皆さんのおかげで YouTube チャンネル登録者数5000人突破しました。今回はね、5000人突破記念ということで、皆さんからいただいた質問に答えていこうと思います。まあ、半年前ぐらいにもこんな質問コーナーやったと思うんですけど、あの時はね、自分で考えた質問に対して自分で答えてるっていうね、僕の一人芝居の動画だったんですけど、今回はちゃんと皆さんからね、いただいた質問にね、答えていこうと思います。それでは早速、行きましょう。過去行った聖地の中で一番良かった聖地。結城unaは勇者であるの香川県観音寺市ですね。作地でも出てくる高屋神社っていう山の上に神社があるんです。瀬戸内海だったりとか、観音寺市の街並みをね、見渡せて、すごいね、綺麗な場所なんでね、好きな人はね、ぜひ行ってほしいですね。仲のいい YouTuber。それこそ今年2023年に入っていろんなね、クリエイターさんと関わる機会が増えて、まあ、そんな中であげるとしたら、なめろうまきさん、金色のオタクさん、アニマさん、YouTuber じゃないんですけど、アイワールドさんっていうね、TikTok で活動している、まあ、僕と同じ聖地巡礼の方がいるんですけど、その方ですね、ピンクにした理由、この髪はピンクじゃないですね、もうちょっと色落ちちゃいますね。はい、まあピンクが好きってのもあるんですけど、可愛いだけじゃない式守さんを見て、式守さんの髪に影響されて、ピンクにしました。今年行った聖地の数は35作品の聖地に行きました。東京とか関東方面に関わらず、石川県のぼんぼり祭りだったりとかね、配給の東北とかにも行けたんで、結構幅広い場所にね、今年は行けたかなと思ってます。好きなアーティスト。最近だと VTuber にハマってるんで、こちまちすいせいさんとか聞いたり、水瀬いのりさんとかも聞いてますね、結構。まあそこら辺ですかね。今何問目 ?6 問目ここに書いてあるからね。今日何食べた？今日は、今昼に撮ってるんですけど、朝はご飯と納豆ですね。とりあえず納豆を食っとけば健康だろうっていうね、よくわからない僕の考えなんですけど、聖地巡礼で気をつけてること、写真とか撮るときに周りに迷惑がかからないかだったりの安全の配慮だったりとか、まあ、あとはお店とかで撮影するってなったらそこの撮影許可とかは撮るようにしてます。一番性的なキャラ、まあ一番はあれじゃないですか、まあ、トラブルの小手川さんじゃないですかこれあんま深掘んない方がいいね。今後の目標。今年の一番初めにも言った通り、チャンネル登録者数、まずは1万人を突破することです。聖地巡礼で一番重視しているポイント、作り手側からすると、聖地の情報について余すことなく、まあ、伝えることを、まあ、意識してますね。聖地以外にも最近だと、まあ、飲食店だったりとかね、まあ、そういうのを結構いろいろ伝えて、そこの地域の、まあ、魅力をね、皆さんにお伝えできるようにしたいなっていうのはあります。ジョジョ3部のエジプトは実現したい。はあ、海外っすね。いや、行きたいっすね。エジプト、ジョジョ。僕は特に、その、フェイトが好きで、フェイトの聖地がイギリスにあるんですよ。時計塔だったりとか、あと、アーサー王の墓があるんで、2024年行きたいんですよね。そんなこと今年も言ってたんですけど、イギリスに関係なく、どっか一つはね、海外巡礼したいなってちょっと今のところ考えてます。やってみたい企画。やってみたい企画は3つあって、1つ目が、山手線にあるアニメ聖地を巡り尽くすっていう企画と、2つ目が聖地巡礼 RTA っていうことで、例えば東京にあるアニメ聖地を1日のうちでいくつ回りきれるかみたいな企画をやりたいですね。で、3つ目が聖地巡礼について学ぶっていう、まあ、聖地巡礼に関して知見のある方を呼んで、まあ、その方と僕がちょっと対談して、それを動画で投稿するみたいなね。それもちょっとまた別の視点でね、面白いかなと思ったんで、それも来年あたりやっていきたいなと思ってます。YouTube やって嬉しかったこと。で、まあ、つながりができたことじゃないですかね。もう本当に僕よりも詳しい方なんてたくさんいますから、まあ、そういう方たちとつながって、そういうアニメの話とか、コラボもそうですけど、いろいろできるのはね、楽しいなと思います。コミケに参加してみて、今回初めてだったんで、いろいろ同人誌制作する上で分かんないこととかも多かったんですけど、まあ、なんとかね、同人誌も形になりましたし、50部も完売したんで楽しかったですし、いい経験になりました。来年のコミケについて。そうですね、来年のコミケに関しては、まあ、今年よりも部数とあとページ数をもっと増やしたいなと思ってます。同人誌自体のクオリティを上げるっていうところにもね、フォーカスを置いてね、やっていきたいなと思ってます。ぶっちゃけ今年いくら稼いだ？今年はですね、まあ、ぶっちゃけると、1万5,000円。リアルな数字ですけど、まあ、これは YouTube の収益じゃなくて TikTok が収益化されたんで、その収益のお金です。はい。なんで、まあ、別に夢も希望もないですね。明らかに赤字ですね。今年振り返って辛かったこと。まあ、年間通してお金がなかったのが辛いですね。まあ、聖地巡礼行くにもね、やっぱり交通費とかでお金がかかるんで、もうちょっとね、お金があれば、ゆとりを持って、まあ、聖地巡礼できるかなと思ったんで、来年はそこをちょっと改善していきたいなと思ってます。来年はどんな年にしたい？YouTube 以外でもつながりを持ちたいなと思ってますね。っていうのも、今年はほとんど YouTube だったりとか TikTok のクリエイターさんとのつながりが多かったんですけども、来年はね、それを飛び越えて実際にその地元の方だったりとか、聖地巡礼に関して、お仕事されてる方ともそのつながりを持って聖地巡礼の話だったりとか、そういうのを聞いて、アニトラっていうチャンネル自体をもっともっとパワーアップしていきたいなと考えてます。はい。なんで来年は YouTube 以外とのつながりを持つことです。告知してください。はい、告知します。12月20日から、メロンブックスで僕の同人誌が通販で販売されることになりました。こちらですね。コミケに行けなかったって方はね、ぜひ僕の同人誌、メロンブックスの通販で買ってみてください。概要欄の方にね、メロンブックスのリンク貼っとくんで、ぜひそこからね、購入してみてください。はい、ということで、視聴者さんからいただいた質問に答えてみました。少しでもね、僕の知らない面を見れたら、良かったかなと思います。本当にまだまだ、こっからなんでね、もっともっとね、いろんな聖地に行ったりして、皆さんにいい動画お届けできるように、これからもね、頑張っていこうと思ってるんで、応援よろしくお願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。See you!